listening to Shibuya Cross FM。オオカミ少年の君こそスタートアップ。イエイ。どうもオオカミ少年片岡でございます。高橋と森田君です。お願いします。お願いします。というわけでございまして、今日も9月の30。9月はいラストっすね。来たねー。来ましたね。もう9月も30ですから。どうですか最近は。最近は、はい、僕って群馬の、まあ、前橋市出身なんです、はいはいはい、まあ、当時は前橋ですらなくて、うん、瀬田郡大子町ってとこだったんですけど、うん、野球ずっとちっちゃい頃からやってて、うんうん、で、まあ、大子小っていう小学校があって、うん、リトルリーグ、うん、リトル大子スターズっていうめちゃくちゃ弱小のもう吹けば飛ぶぐらいのスーパー弱小、もう1学年で1チーム作れない、うん、4人とかの野球チームでずっと野球やってたんですよね。でその中学校行って、まあ、野球やってでっていう、まあ、少年時代過ごしてたんですけど、はいはいはい、この度、巨人で1軍でそのリトルオーゴスターズ出身の井上選手って、うん、ハルト選手っていう投手が勝ち星を挙げたんです。あの森田のツイッターで見たわ、はい、つぶやきをしてテンション上がりすぎて、あ、じゃあ自分がいた、はい、その弱小の、はい、野球チームから、はい、プロ野球チームが出たってことだ。そうなんです、巨人、しかも巨人の投手としての勝ち星です。やばいっす、こんな革命ないっす。嬉しいんだ。めちゃくちゃ嬉しいっす。もちろん会ったことないです、18個下の子なんで。でもまさかあの大子町から巨人の投手が出てそれだけでもテンション上がってたんです。巨人入った人がいいんだっていう。なのに一軍で勝つっていう。へえ。しかもまだ21とかそれで20歳ぐらいなんで、うん、全然エースになっていく素質があるんで、はこれがもう菅野クラスとか上原クラスの大投手になった日にはもう大子町、総出でお祝いしなきゃですよ。へえ、いいね、なんかそういうのね。はい、はい、そうなんですよ。めちゃくちゃテンション上がって、で、うん、あ、そうだ、あ、で、うん、ちょうどなんですけど、うん、その大子町で僕の同級生がやっている、うん、あの林牧場っていう会社があるんですけど、うん、林牧場、毎年社内、懇親会みたいなので、あ、なんか去年もかなんか、ね、去年もはい、ね、そこで花火をあげたりとか社員さんのすごいなためだけにっていう営業が毎年あって、うん、ちょうどそれが来週の金曜日だから出れないんだ。だから来週の金曜日ちょっと僕お休みしますって、はい、いや了解しましたじゃねえわ泥棒みたいな入り方してきてすいません、ちょっとお伺いまして。いやいや、まあね、お会いしたのは浜口です。はい、なるほど、はい、ちょっとその黄金物語、ちょっと今週ちょうど2つ入ってきました、ね、すごいね。あ、そう、僕黄金ってもう一回説明しますと、黄金、うん、リトル黄金スターズって少年野球クラブで僕ずっと地元で野球してたんですよ、はい、そこ出身の、僕の18個下の子がつい先日巨人の1軍で勝ち投手になったんですよ、うん、すごい。井上温人選手っていう、うん、めちゃくちゃ速球派の投手なんですけど、はいはい、うん、まさかオラが町から巨人の1軍で勝てる投手が出るって、はいはい、っていうちょっとそういうちょっとテンション上がってツイートまでしちゃったっていう、かしこまりました。へえ、いいね。いや、もう最近の私は、はい、もう毎日のように、はい、キックボクシング、あ、キック、はい、とゴルフ打ちっぱなし、ゴルフ打ちっぱなし。もうやっぱ毎日行った方が体鍛えれるなと思って。あ、はい、なんかちょっと土日は宿題が多くて行ってなかったんだけど、はい、やっぱ毎日行こうと思って。おお、だけど火曜日だけジムがお休みだから行ってなくて、はい、あ、はい、だけど、まあ、ちょっと今日はね、あの昼間会食あったら行ってないんで、はい、なんかルーティンにしてるよ。ああ、いいですね。あ、またオーバーワークだけ気をつけてくださいね。あの腰やっちゃう、膝とか腰痛めちゃう、あ、はい、確かに僕みたいになっちゃうんで。あ、だけどやっとその意味が分かってきた。こう回す意味とか、あ、足とか回す、あ、回線とか内線とかってやつですね。そう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 、はい、もうあと左のキック、はい、弱々とか、あ、力入んないですよね。痛いのよ、はい、あ、痛いですか。なんか蹴り方とか角度が浅いから右はスパーン行くんだけど、はい、左はやっぱ上がんないなとか、あ、はい、うん、振り切れないから痛いですよね、あ、痛い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 、みたいな、うん、
だけどなんかいい感じだよ。ああいいっすね、うん、めっちゃ羨ましいっす。なんか体を鍛えるというか、もう行きたくないなっていう時もあったけど、うん、もう無理やり行って、はい、鍛えてます。ああ、メイウェザーとも戦える感じですか？あ、2ヶ月ぐらい絶対戦えない。いやだけどね、やっぱ最強のスポーツというか一番きついのは、はい、ボクシングかもしれない。、はい、あのスピードといい、はい、もうほんとこれだけでもめちゃくちゃ動いてるんだよ。ああはいはいはい、もう俺だって1分間まずジャンプみたいにするのね、はい、もうそれだけで死にそうになるのよ、うん、はい、やっぱ第2の心臓って言われてるのはふくらはぎでしょ、うん、はい、もう1分間ジャンプしたことある？最近。いやもう絶対無理っす。もうここのふくらはぎが取れそうになるの、はい、よく隣の、はい、あのお姉様方できてるなと思って、あお、はい、頭おかしくなりそうなの。なるほどね。そうそうそう、だから、うん、あの適度の運動はいいね。あ、そうですね、はい、うん、適度の運動をして、うん、なんかチキンのうまい弁当屋さんがあるのよ、はい、だけどおしゃれな女性が好きそうな店だから、はい、一つの弁当で1800円もするのよ、うん、おー、あれやばい、おしゃれ。あれやっちゃったらもう大変なこと、はい、大変なことになっちゃうんですね。確かに、はい、みたいな感じですけど、浜口さん最近どうですか？だから足やっちゃってるんですよ、僕も森健と一緒で。あ、森健病が映ってんじゃないですか。森健より前に。まあ僕はちょっとバイクでちょっとコンクリに挟まっちゃったんです。怖っ。足が、うん、ちょっと痛そうな。え、こけたの？こけてはいないです。止めてて、細い道でね、で車が来たと思って、あ、避けなきゃと思って、なんか後ろが結構急いで来てる感じだったから、うーんって横にやったんです。そしたらあのガスとかさ、あの線があるじゃん、赤い、赤いボックスと、はい、あのとこに足ブラーンってなったから、バイクと下がブラーンってなって、でもうこのざまですよ。歩いてくるのが駐車場から全然歩けない、はい、今もじゃあ痛い、痛いです、痛いです。病院行ったの？病院はまだ行ってないです。いやすげえよな、その浜口さんも森田さん、うん、はい、病院行かない感じ。はい、俺も速攻行くよ。だから大変なことになったら嫌じゃん。はい、温泉銭湯行って。いや銭湯とかそういうことじゃないだろ。薬湯に入って、薬湯湯というやつですね。 あれをやってますよ。最近のルーティンは江戸時代の直し方ですね。まあだからジムも行けないし。そうですよね、はい、はい、まあ健康がいかに良かったか、はい、痛感させられますね。いやそうですね、はい、何もノーストレスの生活をしてたんだなって思うと、はい、本当に健康はまざまざと思いますよね、はい、もうないですよ、もう健康にはなれないですからね。え、どういうこと？もう一生、もうこの年でそのぐらい、うん、そのクラスの怪我をしたら、うん、もう一生痛いです。いやいやいや、一生、はい、大丈夫です。しかも病院行ってないんで、ああ絶対になんかちょっと悪い感じで治りますから。ちょっと歪んで治りますから。はい、そうだ、だからね、初めてだこのクラスの。ああ、生まれてこの方、生まれて初めてかな。ああ、うん、まあ役同士ですからね。あ、今年そっか、はい、ああ、浜口さん、まさにですね。分かんないし、適当に言って。いや、終わってるよ。終わってるよ。後役は去年だよ。1978ですよ。あ、そうなんです。今年は上がる年、ここから俺は上がってるよ。ああ、そう。そうそう、もう終わったよ。なるほどね、うん、まあまあ、そういうことですよ、だから気をつけてください、うん、そうですね。悪い例がついてますから、片方さん。なんで悪い？怖い。背中に3体ついてますよ。いや、知らないなんですよ。清水の例がついてますよ。いや、ついてない。いやいや、怖い怖い怖い。なるほどね。そう、いや怖いな、そういう怪我な。はい、うん、まあなんか良かったなと思ってよ、あのなんだ、はい、足取れなくて。ああ、そうですね、はい、それぐらいで済んで良かったってことですね。逆に言うと、はい、気をつけたらいいね。はい、うん、いやー、そうかね。いや、もうだけどもう9月30日ですよ。はい、早くない？
あと10、はいね、11、12ですね。俺今日ちょっとその会食あったからジャケットでさ、昨日かなんかもジャケット着たんだけど、はい、やっぱまだ暑いな。全然暑いです。まあまあまだ暑いです、ね。これ何もう10月って言ったら普通もう寒くない？まだ。いや10月暑いっすよ。そうなの。はい。10末から？10末っす。はい。まあまあ。秋は。はい、からやばいの。秋って10月末からなの？多分暦上はもう秋ですけど、台風抜けるたびに、はい、だけど下がる。下がる。そうそう。半袖はまずいよな。その周りの目が気になっちゃいますよね。半袖でも半袖で過ごしたいけど、うん、周りがもう羽織出してるから。半袖の俺ちょっとはずいみたいな、そのせめぎ合いです。どこまで自分を貫けるかって。へえ。秋服みんな着てるけど、いや暑いだろって貫く、ここの心メンタルの持ちようです。あ、そっかそっか。そうか、まあまあ上着着といて脱ぎゃいいっていうスタイルなんだよね今は。あ、まあ大体皆さんそんぐらいの羽織なんですよね。羽織持っといて、はい、大体。いや、じゃあもう浜口さん野球もできないね、特にね。そうそうそう、はい、故障者リストが入りましたね。そう、 DL 入り、いやだちょっと健康ね、気をつけて、ね、健康は本当に、はい、やっぱだから俺も定期的に運動するようになってから、はい、すごいいいもんね。運動してなかったの？いやしてたよ、うん、あのパーソナルはやってたんだけど、うん、やっぱパーソナルの力と、はい、ちょっと今有酸素的じゃんボクシングとかさ。そうですね、まさに有酸素ですね、うん、やっぱ違うな。はいはい、うんうん、だけど、パーソナルやってたからこそ、うん、このこうなんだっけ、クリンチじゃなくてなんかあるじゃん、あのプランク、プランクとかもできる、はい、ああはいはい、中腰ってこと、こうプランクってこの体幹でそので、サイドもやって途中で左足上げるとか、はい、ああそれもできる、はい、うん、そんな感じ。楽しい、ね、はい、うん、いやそうか、いやいいね、ちょっとなんかやりたいよゴルフも。10月、ああそう、スポーツの秋ってやつですね。10月ね、どっかちょっと紅葉でも見に行きたいわ。いいじゃん。ああ確かに、温泉でも入ってさ。紅葉って、紅葉見に行こうって見に行ったことないですね、うん、もうそれは森田は、はい、寂しい人生だよ昔の俺を見てるよ。やっぱし俺も紅葉の時期になったら、はい、あ、なんか見に行きたいなっていう感覚になってる今だから。本当は京都行きたいけど、今なんか京都行ったらもうやばいから、うん、あ、はい、なんか穴場スポットとか行きたいなみたいな、はい、あ、まあでも俺と森健は山登れねえからな。そうですね、もう、はい、ちょっと3分の2故障してるってダメだよ、はい、故障者リスト入ってんで、もう完全に、はい、だけど森田さ、なんか毎日何時間リハビリするんだっけ。もう10時間ストレッチをしようって言われてるんです、うん、それやってんの。いや、さすがにできないんで、もうその隙を見てっていう感じ で、うん、で駅とか待ってる時にちょっと周りに誰もいなければアキレス腱をこっそり伸ばすとか、いや朝起きて伸ばすとか、そんなんです。俺もさ、毎週木曜日がリモートが続いてんの。あ、ね、はい、まあ、ちょっと午前中の減らして、午前中ゴルフと、そういうキックボクシング行って、はい、昨日昼2時ぐらいから、もう12時、1時まで、もうぶっ通して椅子座ってたのよ。さすがの AK レーシングでも、腰痛くなってくるの、うん、いや、痛くなります、それはさすがに、はい、そのむくまない足とか。ああ、もう組まない。ああ、そう、うん、むくむようになったんじゃないの、ね、怪我関係なくね。そう、確かに、うん、俺も特に座ってることが多いから。確かに、俺だからね、環境を変えるといい。例えば、自分の部屋ではこれぐらい、うん、で、自習室でこれぐらい、六本木の図書館でこれぐらいとかやると、うん、なんか、うん、あの気分が変わると、椅子の角度も違うから、はい、いいの、はい、それで、はい、途中途中歩いて移動するから、はい、健康にいい、うん、これもずっとが一番しんどくない、うん、そうだと思います。体には良くないですね、ずっとは、はい、だ本当に僕あのなんか思い立ったらシャドーピッチングしてますもん。なんの？へー上原の真似とかその高校時代もう巨人戦ばっか見てた時代にもう上原の真似、工藤の真似とか部屋でやってた、うん、それをあの六本木のワンルームでやってる、うん、ワンルームでやってた鎧塚がいない時に、はい、菅野の真似とか。いやあの森田前から俺思ってたけど、はい、あの森田リモートやる時にさ、はい、なんか
あの背景変えてるじゃん。あ、一応はい、バーチャルあれはいいんだけどさ、はい、たまに鎧塚が出てくると、はい、あいつが多分風呂上がりで、はい、裸で出てくることなんだ、はいはい、そうすると背景が鎧塚になる時あるそうですね、裸の、はい、あれみんなめっちゃビビってると思う、はい、あ、森田さんってな、え、そっち系の人じゃないけど急に裸の男出てくるから、そうっすね、はい、背景を多分読み取っちゃうんだろう、肌色だから反応しちゃうんですよね多分。あれ気づいてんだ一応。もちろん気づいてます。なんか全然普通に話してるから、もう俺毎回よろしく来た、はい、もうこういう僕はこういう人ですよっていうのをもう自分は飲み込んでますよっていうのも込みでノーリアクション。なんか言われたりするの？あれ今男性いませんでした？たまに生徒、あの中学生とかの時に、うん、なんか後ろいますよとか最初の方はいじってくるんですけど、うん、まあ、こあの一緒にあの住んでるから同期とみたいな感じで、もうそれで、まあ、当たり前のように、これ普通だからっていう、これ普通だから、これ一般の方でしょ相手は一般の人ですよこれ普通だよっていう、呼吸するのと一緒だよ。え、あ、そうなの、はい、スタンスでもう、38ぐらい。森健、僕38です。きつくない？もうどう友達と住んでるいや森田すごい、やっぱ省エネだから、はい、まあそうです、ね、もうマジで、うん、もうちゃんと貯金してるだろ。貯金はまあできるときはするようにしますよ。すごいよ、森田の収入で貯金するってすごいと思う、うん、ああはい守備力高いでしょ。守備力は高いです。だから最近もご飯をずっとコンビニ弁当だったんですけど、うんうんうん、オリンピックができたんですよ、うちの近くに。はいはい、何のオリンピック？スーパー？スーパーです。スーパーのオリンピックで、普通はまあオリンピックはまだ激安スーパーではないんですけど、うん、まあその時間帯タイムセールというか8時半ぐらい、8時半に行くと弁当が3割引きとかなるんで、はいはい、8時半になるのを待ってからオリンピック行って安い弁当を買ってくるとか、うん、そんなこともするしてますね最近は。まあでも全然使ってなかったですけど、さらに、うん、そのオリンピックで買うとか、うん、マイバスケットで買うとかをするようになりましたね、うん、最近。俺なんてあれだよ、もう花まさでさ、はい、肉買ってくるんだよ、はい、バラ肉ね、はい、結構入ってるやつ、うん、1000円弱ぐらいのね、うん、それを3枚にラップでくるの、3枚ずつ、はい、冷凍しとく、そしたら腐らないじゃん、はい、バラ肉と、なんだウインナーと、うん、あのカット野菜って最近売ってる、あ、はい、100円ぐらいのあれを何個か買っとく、はい、で麺類はもう用意しとく、うん、おお、はい、思い立ったら料理できる状態に常にしてる。あ、ちゃんと一人前はこうっていう、もうセットがあるわけだ。そうだから焼きそば作るときはなんかそれ入れれるじゃん、うんうん、はい、そうですね、ウインナーとか、はい、でパスタも用意してあるからパスタやったりとか、もうカレーのルーも買い置きして充実してるから、はい、おー、だいぶねそのコストは下げてますね私も。あ、そうですね、飯に関しては。それは確かに、うん、かなり効率いいですよ。そう、なんかね別にお金使ってもいいんだけど、はい、アホらしいってなってきたんだよ。なんか、ほう、はい、なん1日 3,4,000 ぐらいなんか使ってた時期があってさ。ああ、まあありますよね、はい、どんどん金減るなと思ってなんかアホらしいなと思って、はい、やってみたら楽しいよね、もう、はい、そういう、どん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 森健も より安くよりうまくって発想になってくと思う。あ、そうですね、うん、確かに。まあ、本当にでも必要なんか、あのマジでこれちっちゃい頃意味分かんなかったのが、うん、そのなんか例えばアマゾンとか何でもいいんですけど、なんか割引ですみたいな時期があるじゃないですか、はい、スーパーでも何でも、うん、あ、割引だから買っとこうみたいな、うん、人いるじゃないですか、うんうん、その絶対に使うティッシュとかならいいんですけど、うん、そのなるほど、嗜好品、服とか、はいはい、割引だから買ってお得になったって言っている人たちの気が知れないというか、うんうん、そうね、いや、それ買わなくていいもん買ってんだからそれは損なんだよっていう、うん、あ、なるほど、その発想ない、結構その発想ない人が多くて、はい、それぐらい僕は今テンション上がってます。なるほど、はい、もう森田に俺説教されてる気分だよ
いやでも片岡さんは割引の時じゃなくても買うんで、全然そこの外側にいる人なんで、はい、関係ないです、これは。ああ、当たってないです。もうだけどやっぱしあそこの新木場のさ、アウトレットとか行くと、はい、うわバレンシアが今だから、あ、都内で買うと高いじゃん。そうですね、バレンシアがこれ安いの今のうちにってやっぱなるな。あでもちろんザラも好きだから、はい、ザラも買ったりするんだけど、はい、やっぱしバレンシアが来てる時の方が、はい、こうオーラを背負ってるような、そうですよね、ボワッっていう、はい、この組み合わせだな、はい、うん、はい、ズボンはザラとかでいいんだよ。あ、はいはい、まあそうですね、やっぱシャツとかなんかね、はい、あるよね。はい、じゃあちょっと曲いきましょう。はい、今日は鎌田俊平さんで、はい、ドリーミーワールドです、どうぞ。どうもどうも、キミコソスターでございます。じゃあちょっとくくりトークいきます。はい、だから来週は浜口さん、はい、久々に2人です。おー、わかります。2人が初かな。初じゃない。あ、だから森田いないこともあったか、うん、年一で僕いないんで。あ、最近、そうか、そうか、はい、うん、今4枚ございます。トーク森木選んだらじゃん。はい、じゃあ、うん、これ、うん、真ん中の、うん、みんなのいいところを2つずつ言い合おう。なるほど。ほう、いつもとちょっとテイストの違う。難しい。ほう、
難しいな。そう言われると自分で書いたんだけど。あ、浜さんの。難しいな。難しいですね。はい。いいところ。あ、まあそうですね。ここ改まってとなると、はい、うん、恥ずかしいな。で、俺から行こうか。まず、はい、森田か。2つずつですよ。2つずつですよね。うん、森田な。森健のいいところ。じゃあ合計4つ聞けるってことですね。そういうこと。なんか、一つはやっぱ信用できる男だと思う。あ、はい、あ、うん、ありがたいです。ありがたいです。目がガーシーだって言う。信用できる男、はい、やっぱすごいと思う。なんでもね、言われたことやったりとかさ、はい、それでいてなんか後輩の前でも偉そうにしてないし、あ、はい、なんか理想の上司、理想の上司、島工作上司下じゃないですか、片岡さん。いや、そうだけど理想の部下ではない。やっぱその理想の上司あの、いや後輩としても理想なんだけど、なんかそのおしゃれすとか俺らがトークライブやった時の後輩からもなんかちゃんと先輩としての感じ、うん、その、うん、偉そうにしてないというか、あ、ちゃんとやっぱ長男なんだからだと思うよ。あ、長男、あ、長男なんだよ、はい、俺やっぱ次男だから、はい、浜口の三男とかじゃ、うん、やっぱ長男感あるよね。なるほど。ああ、まあ確か、あ、長男感はあるかもしれないですね。うん、はい、え、どれが褒めてるの。だからそういうのを含めて信頼がある。あ、信頼、これ一つ、ありがたいです、ね、ありがたいです、はい、俺じゃあ森健に行く、はい、はい、おお、はい、まあまあ森健とも付き合いはもうね、その片岡さんほど合ってるわけじゃないけど、うん、長いです、まあ、はい、長いは長い、はい、うん、俺が森健のね、動きとか行動を観察してるとね、はい、根底にこの子は愛があるなって思ってすべてにおいて。おー、そんなことを浜さんが思ってらっしゃる。もちろん損得で動く時もあるけど、あ、はい、根底には愛があって動いてるな、この子。ああ、はい、というふうに。なるほど、ありがたいですね。私は見えます。あ、愛がある、愛がある。俺ね、はい、もう一個ある。今しゃべってて思った。あ、はい、森田がすごいのは、はい、浜口さんにもしっかりしてる。これどういうことかというと、やっぱしいろんな後輩見てると、はい、なんか片岡さんがなんかいろいろ決め事してんじゃないのとかさ、まあ、俺は後輩といるから、はい、まあ、俺にはなんか気使ってくれるけど、はい、なんか浜が来たら、はい、おざんすぐらいでさ、はい、浜もの、うん、って感じだから、はい、なんか、はい、歩み寄らないというか、あ、気づいたら浜帰ってたみたいな、はい、なんかちゃんと森田は後輩としてあ、おざんすとか、はい、森田なんか飯でも行く、あ、お願いしますみたいな、はいはい、ちゃんと狼少年に分け隔てなく、うん、接してるっていうところが、はい、まあ、いろんなやつ見てきたけど、うん、その中でもトップじゃない。トップオブトップだと。本当ですか。うん、アジアントールさんとか歴の長いいますけど、アジアントール維持に関してはまあ俺にもしっかりしてるし、はい、まあ、浜さんは同い年だし、あ、もちろん先輩で、はい、で、それはそれでいい感じなんだけど、はい、うん、なんかそんな中でも森田はそんな浜口とそうめんパーティーぐらいだろうけど、なんかちゃんとしてるなって、偉いなこの子っていう。おお、だからそういうのを逆に俺が先輩芸人と行く時でも、はい、この人にもこの人にもちゃんとしなきゃいけないんだなっていうのを学ばしてもらってるから。あ、うん、あ、それはありがたいですね、はい、うん、確かに。じゃあ次片岡さんの。え、もう終わりだ。あれ、森健、まあ、森健も言うよ。あ、後に取っとくという、うん、褒め上手選手権だった片岡さんのいいところ一つ、はい、まあまあもう付き合いで言えば何年、30年ぐらいになりますね。30年以上か。いや、もう、うん、小学校からだな、はい、うん、まあいい意味で、まあ、分かりやすく言うと諦めないね、片岡さんは。なるほど。うん、あ、いや、なんか気持ちいいな。これがダメだったらこう行こう、はいはい、でこれで詰まった、いや、はい、じゃあこの角度から行こう、はい、いや、ここで詰まった、ね、この角度から行こう、はい、こう行ったらここにたどり着けるんだから、
だからいろんな角度を探して、はい、モグラのごとく、はい、地上に出るルートを探ってるんですよ。ああ、はい、よく使った、はいはい、下行ったらいいですね。モグラいつか地上に出るべく、はいはいはい、ずっと通路を探して突破口を常に探そうとしてる。いや、めちゃくちゃ上がりそう、うん、当初言ってたことと、はい、多分結構、まあ、トークで、まあ、風呂敷を広げることはあるんですけど、はい、うん、当初言ってたことと違う方向になったとしても、うん、それはそれで結果を出すっていうのはめちゃくちゃ分かります、うん、絶対に結果を出すっていう、まあ、諦めないっていう、はい、なるほど、まあ、これ一つです。ああなるほどですね、うん、それに近しいことをちょっと言おうとしてたんで別のことを言おうかな、うんうん、まあ片岡さんに、片岡さんです、はい、はい、まあでもあれですね、一言で言うなら、うん、なんですかね、でっかいっていうことです。でっかい、でっかい、でこれはまあもちろん体格ももちろん見た目的にはそうなんですけど、はい、じゃなくてその器の広さというか、うん、まあ結局何があっても、うん、まあぶち切れることはあるんですけど、それも、ね、心の底からブチ切れてないというか、うん、ちょっと面白がってる俯瞰で見てそれをもうネタにしようっていう脳みそ働いてるみたい な、だから本気で誰かを嫌いになるとか、うん、そういうことがないというか、どんな人でも結果こ受け入れて飲み込めるだけの器、吸引力を持ってるっていうところが、まあ、僕には絶対無理だなっていう。なるほど、はい、そこはもう本当尊敬というのもおこがましいぐらいすごいことだなって、懐が深い、懐が深いっていう謎を常日頃感じます、ね、これちょっとなんか言われるとニヤニヤしちゃう、まあ、いや嬉しいですよね何なんだろうな、これニヤニヤしちゃう、はい、そうですね、そんなもう一個な、もう一個なるほど。あでもこれそうですね、はい、片岡さんなんですけど、あもう1個目、はい、もう1個目、はい、もう1つ目のカード出るね、はい、王道好きだからっていうことを、うん、ちゃんと言えるっていう、あこれって意外と難しいんですよね、芸人は特に。あなるほど、絶対にってか絶対言えないんですよ、おそらく芸人をやっている人間は。でもそれはちゃんとで、言えるところが潔くてかっこいいですよね、うん、普通ちょっとこのアングラ感を出したいじゃないですか、うん、でもそこをちゃんと俺はこうだからってちゃんと出して、でしかもその上でそのちゃんとそこでこの自分をプロデュースして結果も出してっていう、うん、だから僕もその片岡さんがそうやって言うのを知る前まで隠してたんですけど、うん、もう今は普通にその映画で1位のものが好きだって言えるようになりましたし、影響を受けてあれめっちゃおもろいよねっていうのをもう普通に、うん、結果僕もメジャーが好きだったんで、うんうん、結局、はい、うんうん、サザンオールスターが好きですし、なるほどなるほど、はい、だからそこはかなり影響を受けてます。なるほどね、師匠だな、まあまあ師匠ですよ、師匠よ、はい、片岡、はい、いやマジでそうです、はい、うん、心の師だな、心の師です、はい、だ多分僕のなんかさ、よく言われるんです他の人から、うん、喋ったりトークとか、うん、例えば理系ナイトっていうイベントで僕が一人で喋りをすると、うん、片岡さんみたいだよね、うん、みたいな、そうなんだ、めちゃくちゃ影響受けてるはずです僕、はい、なるほどみたいな、はい、そういうところですね、はい、じゃあもう一個言っとこうか、おう、片岡さんにね、いいところだね、まあ、いいところというか、うん、まあ、羨ましくもあるっていう部分なんだけど、はい、やっぱ俺のできない全ジャンルをできるよね、お俺が苦手とすることをできるよね、例えば先輩付き合いだったり、うん、そういうなんだ商業的なことだったり、はい、商業的な商業的なビジネスモードの、はい、横島にブレがないよね横島にブレがない横島にブレがない、そうそうそう、あ、うん、横島なんだよ、もういい意味で、はい、いい意味でですね、はいはい、いい意味で、はい、だから絶対先輩と仲良くなるのは売れてる人じゃないと嫌だし名乗る人じゃない、見事なほど横島
そうそうそう、見事なこと触れてる人じゃないと。そう、そのなんだろうな、はい、俺にないやっぱそういう部分を持ってるっていうのは、はい、いいところになっちゃうかなと。ああ、はいはいはい、はい、あの浜口さんはね、はい、何かなと思ったらね、やっぱりね、一番いいところってね、はい、優しいんだと思う。それはそう思いますね、はい、うん、なんか誰に対しても優しいと思う、はい、ああ、いや、そうですね。その中でもやっぱ特に、はい、歴代の彼女に優しい。おお、だからなんか、なんかあると一緒にご飯連れてったりとかさ、はい、まあ、なんか花火大会行ったりじゃないけど、なんか俺らの輪にもたまに彼女連れてきたりとか、はい、なんか優しいよね。だからあんまり人のこと悪く言ってるの聞いたことがない。確かに、はあはい、やっぱその中でよくあのどんどんどんという芸能人を切るネタを作れたなっていう、はい、だから毒というよりかはダジャレが得意な人なんだろうなっていう、あ、はい、その言葉遊びの人なんだろうなと思って、はい、だから優しいよね、はい、だから浜は筋トーンあったら乗れる人だと思う。ああ、心が綺麗、はい、だ森田も綺麗だと思うよ。あ、俺がやっぱもう汚いから綺麗な人を求めてるんだから傾向と対策でいくと、はい、まず信用できる人じゃないと、はい、無理だよ。あ、でもそうですよね、うん、信用できる人っていうのは大事ですよね。あ、確かに、あ、優しい、うん、優しい、あ、でも僕優しいどころじゃない、うん、めちゃくちゃ優しい、はい、お釈迦様クラス、お、もうなんか、はい、かります。浜が怒るんだったらそれはこっちが悪いんだなって思えるような、はい、それみんなに対して、うん、はい、うん、あ、だ唯一後輩とかに対してあんまないかな。あ、そう、はい、ね、みんな分かんないと思うけど、それ以外に対しては全方位もで優しい、はい、とは思う、ね、あ、まあ、そうです。僕が浜さんでなんかめっちゃ悪そうだね。いや、すごいなと。もう昔からすごく言う、言うのも照れるし聞くのも照れる、ね、ちょっとちょうだいみたいな。あの、ちゃんと断れるところです、芸人として。あ、そのこの仕事は見えないな、でがちゃんと考えれて、しかも言えるって、うん、めちゃくちゃ断るからな、俺たち。はい、めちゃくちゃ断る。そこ僕はもう絶対に、はい、あざすのしか言えない人間なんで、はい、それをちゃんと見て、うん、自分がそのやりたいやりたくないとか、その、うん、自分の芸風とどうかとかっていうのを一瞬で考えて、その答え出してるわけじゃないですか、受ける、うん、受けない、うんうん、それをちゃんと軸を持ってるっていうのが芸人としての軸持ってるっていうのが羨ましいです。そうなりたいけどなれないみたいな、うんうん、その憧れというか、うん、いうのは常日頃思います、うん、浜さんに関しては、うん、ネタのところで、はい、うん、ノーと言える日本人。あ、そうですね、はい、あ自分の芸事に対して、自分の芸事に対して、はい、あ、そう、はい、なるほどね。そこは本当に芸人として、はい、普通に尊敬してます。森健にあと1個あるな。森健のもう1個いいところ。おお、はい、あ、これかな、はい、やっぱりね、まあまあ当たり前なんだけど、はい、下準備が抜かりないよね、森健は。あ、特にあの、はいはい、科学ネタとかやるわけじゃん。はい、あ、はいはいはい、楽屋でさ、はい、なんか塗って、やりますやってるよな、準備します、はい、とか毎回、はい、あんな重いものをさ毎回持ってきてとかさ、はい、それはちょっとね、あの後輩たちも見習うべきとこだなとは思う。ああ、はい、そのプロとしての、はい、あの、あ、なるほどね、野球道具ってことですね。あ、プロ野球選手で言えば、はい、バット、グローブみたいなもん。それを手入れして、はい、ちゃんと準備して使える状態にしてバットを振りに来てるっていう、はい、そのネクストサークルでの動き、はい、が素晴らしいんじゃないかなと。おお、はい、それは見て思いましたね。あ、いや、めっちゃ見ていただいててありがたいです、楽屋での僕の所作を。もう僕2個ずつ言いましたね。あ、はい、あ、僕、浜さんもう一個言っていいですか。はい、あの
どん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 のネタもそうなんですけど、まあ、はい、お二人のあの漫画の、はい、あ紙芝居っていうんですか、あの、あ、はい、あれ、ああいう、はい、もうどこ行ってもいつ出しても、はい、絶対受ける、はい、その武器を持ってるっていう、しかもそれを自分で生み出したっていう、はい、絵を描くっていうところもまで含めて、はい、大喜利から絵を、はい、ネタを描くところまで含めてそれを生み出したっていうのは、はい、めちゃくちゃ憧れます、芸人として、うん、ありがとうございます、はい、嬉しいです。僕はないんで、そういうのが、うん、特にお笑いに寄ったところとか特に弱いんで、はい、あれはちょっと本当欲しいなと思ってます、ね、その才能というか、はい、そうなんですね。今日なんか最終回みたいです。確かにそうです。これはもうこの人じゃ合わない。やっぱね、浜口さんね、ギリがたい。もうギリがたい、そこが魅力じゃないですかね、はい、だからそのなんかちゃんと仕事も、はい、例えば絵の締め切りとか無茶ぶりで来ても、はい、そこまでに仕上げるだろうなっていうのもあるし、あ、なんか、人としてちゃんと向き合って、先輩でも同期の子がいる、ギリがたいなっていう感じはするね、うん、なんか、人の上に人を作らず、人の下に下を作らずみたいな、あ、はい、なんか平等な感じがする。なんかちょっと2個目薄くない絞り出した感じが急に薄くなりました。いや、とか、はい、とか俺今後やった方がいいと思う仕事は、はい、俺役者だと思うわ。あー、実際できますね。モノマネとかがうまいから、うん、はい、ぐーっと入り込んだ時とか、はい、なんか役者の仕事やったら、うん、なんかいきなりあの映画出たのみたいな、うん、あー、いや絶対やりたくないな。あ、マジですか。だって稽古してる時間めっちゃ取られるでしょ。あーですね、はい、はい、俺なんかライブでなんか作ったじゃん、ドラマのパロディとか、うん、あの時俺でも、いや俺下手だなって思ってよ。あれがあいつがめちゃくちゃうまかったの、大江な、井上虫歯日本、あー、虫歯さんうまかったな、めちゃくちゃうまかった。あ、そうなんすね、うん、あ、もうなんだろう、一言目でもうセリフになってんじゃんと思って、おお、あ、すごい、あ、こいつがいるなら俺は役者は無理だろ。そう、何言ってんだよお前。タイでラーメン屋やってるやつだぞ。役者でもなんでもないわ。なるほどね。あ、そんな感じですかね。もう言い合いました。僕は、はい、そうですね。かしこまりました。アラフォーで褒め合うっていう、まあまあたまにはいいかなと思う。季節ごとにやろう。これは、はい、いい、はい、どんどん被ってくるかもしれない。まあ、もう一問しますかね。はい、はい、まああと7分ですから、真ん中でいいんじゃない。真ん中、うん、コスパ、味、最強、自分の中の貧乏飯。うわ、貧乏飯。ああ、なんか自分だけの料理ってあんじゃん。はい、あ、もう決まりました。その若い時にこれうめんだよって人に勧めたくなるような、はいはい、はい、片岡さん、いや、これ貧乏飯しか分かんないけど、うん、あの普通にスーパーでさ、うん、鍋セットとか売ってるじゃん、はい、あ、もうこれを銀のやつ、器でさ、あ、はいはい、これをもう火温めればうまいですみたいな、はい、あれをフライパンに、まあ、鍋でもいいんだけど、はい、バサーって全部入れてこう水ガーッつって入れるじゃん、はい、でもうスープも入れて、うん、そこでガッと沸騰させるじゃん、うん、沸騰していた時に塩ラーメン入れるのよ。で塩ラーメンの粉も入れるのよ。塩ラーメンの乾麺、乾麺、塩ラーメンの乾麺入れて、で、うん、塩ラーメンの粉も入れる、うん、で、わーってやるとめっちゃ濃くない？うん、濃そうだな。濃くない、ちょうどいい、うん、で、そこに卵2つパッパッと割って、はい、もう割ってから15秒ぐらい経っても切っちゃっていい。で、そのまま、うん、そのフライパンなり鍋を、うん、でかい丼にザブーンってやると、うん、1回、今まで卵が上にいたのがブクブクブクって潜るじゃん、はい、バコって顔出すと、うん、もう白い膜ができてんの、はい、一番の半熟になってんの、はい、なるほど。これがめちゃくちゃうまい。まあそうだね。
まあ、そうだから俺ダイエットしててもたまにスーパー行ってそれ買っちゃうとデブデブシーズンが来ちゃう、ハイカロリーだから、はい、だけどこれは鍋一人で食うのも量がどうのとかあるじゃん、はい、っていう時におすすめ。あ、そうですね、これ俺の貧乏飯は。俺はね腹いっぱいになるよあ、僕いいですか。あ、どうぞ。僕、まあ、正直僕その自分のなんかそう一手間とかが あんまりなくって、うん、基本出来合いのものが一番おいしいって信じて生きているタイプではあるんですけど、うんうんうん、まあ、強いてこれハマったなっていうのが松屋とか吉野家なんですけど、はい、うんうん、松屋だったら松屋で牛丼を普通に頼むんです。で牛丼と卵を頼むんですけど、うんうん、で普通だったら、まあ、牛丼に卵を溶いてかけるじゃないですか。でその卵を溶くときに、まあ、うん、やってる人もいるんでしょうけど、そこにカルビ、うん、焼肉用のタレを入れて、あのタレうまいんだな、はい、で卵と一緒に溶いて上から乗っけるって、うん、で結構甘くカルビ系の味にして牛丼を食べるっていう、その一手間だけなんですけど、だいぶ変わるというか、もう別、うん、美味しそうね、別物ぐらいの牛丼の味変というか、うん、なるんで、これは自分でもハマってました。友達から教えてもらって。へー、僕はこれですね。いいね、はい。まあ、まずご飯を用意してください。丼、はい、うん、まあ丼飯ですね。で近所のね、スーパーでもいいんで、うん、石井のハンバーグ、おー、はい、と石井のミートボールあるじゃないですか、うん、おー、はい、それを湯煎で温めて石井のミートボールを、なんで笑ってんだよ、丼にサイドに巻くんです、はい、うん、で石井のハンバーグを真ん中に置く、真ん中に、はい、うん、で卵の黄身をまた真ん中に置くんです、はい、でマヨネーズを一周するんです。あ、おー、はい、それで食ったらめちゃくちゃうまいですうまそうですね、確かに。だから石井のミートバールボールと、はい、ミートバールバールタレがちょっと酸っぱいだけど、うん、あ、はい、卵とマヨネーズで程よい甘さになる。ああ、何杯でもご飯入れるからうん、だからミートボール丼って呼んでるんですけどね、はいはい、それが貧乏飯ですね、私。確かにうまそう、いいね、はい、なんで帰る、もう帰ろうとして帰ろうとしてる着信があった着信があったあと2分我慢してください。もうあと2分で終了ですから、どうですか、例えばもう逆に年末までの、はい、なんかあります、年末までの目標、年末までの目標、こういうことやりますみたいな。あ、なんですかね、なんか逆に残り3ヶ月だからさ、はい、こんな、まあ、別にラジオに関することだけじゃなくてもいいし、こういうことやりたいなでもいいし。あ、まあ TikTok、 僕は TikTok が、まあ、週1上げれたら上げれなかったりなんで、あ、まあ、週3ペースにまで増やすことが目標ですか、とりあえず回数を、うん、今考えてるのは。浜口さん、足の感知ですね。ああ、大事、めちゃくちゃ大事ですね、足の感知は。もう12月頃にはもうジムでどうですかね、ちょい歩きぐらい。いや、もう一生時間かかるよ、まずもう病院行かないと、整形外科、うん、で何すべきかの指示を仰がないとね、うん、ああ、そうっす、はい、もうダメだよ、もう5、6年あるけど変な感じで治っちゃう一生痛いまんまですよ。まあ、じゃあとりあえず病院行きます。病院行きます。いや、一番最初マストそれだよ。片岡さんは？私、ダイエットです。ダイエットです。あ、ダイエット？ 85 キロ。ああ、でもだいぶ減りますよね。今、現在結構痩せてますもんね、現時点で。今90ちょっと。ああ。あと5キロ。あと5キロ。年末まで。なるほど。できたらいいね。こっからやっぱりその、鍋ラーメン、鍋塩ラーメンが来ちゃうから来ちゃう、攻めてくるから黒船が、はい、あ、だからそこに負けないようにね、そうそう、誘惑やりたい、お腹が空いたらプロテイン飲むぐらいな感じで、はい、耐えていきたいと思ってますんでもう10月から3ヶ月4、もうあと12回ぐらいかな、今年 ね、 あ、そうですね、10回ちょっとでございますので、はい、皆さん、今後ともよろしくお願いしますということで、また会いましょう、バイバイ、バイバイ。